わそびチャンネル大江戸800夜城わそび情報局。ちらほらと咲いてもうね散ってしまった地域もあるかと思いますけれども、お花見はいかがでしたでしょうか。どうですか、仲人マダムのお花見は。あ、すっごい綺麗でしたよね。もうこの世の見納めかと思うのであのお年頃なもんで、最近体調もちょっとお年頃になってきたので、桜はしっかりと今回は見させていただきました。とっても綺麗でございましたね。よかったですね。美代子ちゃんは。はい、お家の近くにやっぱり桜のこのなんていうんですかね、並木みたいのがあるので、うんうん、でも今年は早かったですね。あっという間になんか葉桜になってますけど。そうですよね、うん、そうそう、私は千鳥ヶ淵、それから中目黒っていう感じでね、あとその前に京都で見させていただきました。贅沢ね。まあね、あの、うん、今年の今日あたりに私、あのお仕事で京都に行ってるんですよ。でちょうど満開の時、宮子ちゃんのお仕事の方、はいはい、それでね、その時はもう貸し切り状態の京都での桜を見させていただきましたよ。羨ましい。はい、では私は今日の、はい、衣装でございます。はい、今日はですね、やっぱりあの桜です。で桜のあとこのもみじのね柄の入っている大島を着てきました。そして帯はね、もう何合わせたらいいんだろうと思って、本来はいつもね桜なんですよ、うん、でもねしつこいかなと思って、ちょっとあの変わった柄になりますけれども、ご覧いただきたいと思います。これ何の柄なんでしょうね、うん、ちょっとあのカッパもどきと言いますか、うん、はい、そしてここにね桜の、うん、はい、色目だったりとか、桜のこれでも一応半襟があるんですけれども、はい、見えているでしょうか。はい、私和装備代表の林芳恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。イエーイ。では続きましては、仲人マダムこと丸山和子と申します。自由が丘で結婚相談所を26年目に入らせていただきました。今日はですね、お着物ではなくて、まあなんていうのかな、着物リメイク、最近ちょっと去年ぐらいから凝ってまして、今日ちょっとお初なんですけども、いろんな柄、これ留め袖、あとでまたゆっくりお話しさせていただきます。色留め袖、そうそう、素敵ですね。おふり袖、あ、お
振袖ちょっと後ろも見たいな、はい、後ろをじゃあちょっとうわねえセレブ柄というかセレブのデザインですね。下が見えないのが残念、ちょっとね下が見えないの残念なんですけども、割と気に入ってて最近いろいろ作らせていただいております。今日もよろしくお願いいたします。イエーイありがとうございます。じゃあみやこちゃんどうぞ、はい、ちょいと今日は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 訳あってこのマスクの姿のままですが、江戸しぐさ伝承普及音しております一戸みやこです。よろしくお願いいたします。はい、着物ですね。困った時のこの衣装ということで、はい、何も考えてませんでした。暖かくなってきたのでね、うんうん、帯付きのままもうそろそろ歩けるかなということもあって、うん、色目だけはちょっと明るめの色にしてみました。はい、どうぞよろしくお願いします。こんな感じ。イエーイ、素敵なまた帯ですよね。織の帯でね、はいはい、イエーイということで ないんじゃないの。あれね、これさすごくこの私の洋服にこの辺が無地でしょ、ね、だから合ってる。この辺にも入ってる。ブリッコしてます皆さんで。それでは、はい、大江戸八百屋町和装備情報局 CM タイム。もう行っちゃいますか。などマスコミでおなじみの結婚相談所ブライダルサロン自由が丘、皆様の恋愛とご結婚のご相談を続けて20年、500組以上のご結婚をお世話してまいりました。結婚したいけど出会いがないというあなた様、もう若くないから無理というシニア世代のあなた様も、諦めるのはまだまだ早いですよ。ご紹介、お見合いからご結婚まで、自由が丘のラコードマダムこと私丸山にご相談くださいませませ。結婚したいと思ったらラコードマダムに任せましょう。素敵な出会いが待っている。0120-85-4122、はい、良い夫婦。ありがとうございます。はい、結婚しましょうですよね。はい、はい、毎度ありがとうございます。でこの第1週だけではなくて2週3週4週の時にも流しさせていただいております。お世話になっております。ありがとうございます。はい、はい、この番組は私たちですね、この和と和を重んじる心で和紙とそして着物盆踊りを通じて、また日本伝統和文化を未来に世界に発信をしようということで、まあ、今回ですねこのアズーリ FM でもお世話になっているというところです。この番組は鳥越アズーリ FM スタジオより、そして仲人マダムの株式会社結婚しましょう代表取締役丸山和子様、そして和の創造は限りなく美しいを愛するが健理念の和装備の提供よりお送りいたしております。もうこのハヤト新幹線様でいらっしゃいますか。はい、私たちにですね素晴らしいメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。イエーイ。はい、の中で、はい、どんな美を維持できるのですか、普段やっていることなどあれば教えてほしいということなので、まず私からねちょっと話したいと思います。はい、私はねあんまり体力的にはないんですけれども、やっぱり運動してます。例えばね毎日、1万キロは歩いて、あら1万歩は歩いてます。そして間違えちゃった、1万キロ大変よね、すいませんでした。はい、はい、そしてねそうですね、やっぱり好きなことをやっているっていうことと、家族がいるんですけれども、まあ、家族はね困ってると思うんですが、要するにもう自分の好きなこと、自分の思うようなことをしているということです。あとやっぱり美しいことが好きですね。美しいものを見たりとか、美しいものを食べたりとか、美味しいものをいただいたり、そしてここにいる、2人のね素敵な腹心の友、そして、最愛なる友が私のそばにいるっていうことがこの美の秘訣なのかなっていうふうに思っております。はい、これからもよろしくお願いいたします。ではな、仲人マダムにも聞いてみたいと思います。まあ
もうあのぶっちゃけ古希でございますので古希ということは言えないよね。いやいや、あの70でございますから、はい、ありがとうございます小町局長が、はい、ありがとうございます。私はですね、まずあのやっぱり本当にお年頃になってしまったので、少しやっぱり全然お年頃じゃないですよ。ちょっと待って、うん、今お年頃って言ったよねすいません、お年頃でした、ごめんなさい。お年寄りにもなってまして、お年頃なもんでちょっと体調も少しちょっと不具合が出てきたりしてるんですけれども、とりあえず美しいこと美味しいものは大好きなので、でやっぱりこうやってあの出演のこういうお時間をいただくこともあの気持ちに張りができるのかなということと、何よりもやっぱり健康ですよね。あのいろいろと仕事忙しすぎてあの大変な思いをしてなかったもんで、楽しくやってこれたもんで、何にも自分のことは考えずに真夜中の12時まで毎日毎日お仕事、お正月の1日からお仕事をほぼ22、3年続けてましたら、去年一昨年ちょこっと体調不具合になりました。皆様もお仕事もいいんですけれども、あのまあ遊びも入れながらちょっと余裕を持たれた時間を過ごすっていうことも、お休みをちゃんと取るってことも、あ、必要なのかなという年の功のお話でございました。以上ですはい、そしたらこのみやこちゃんどうぞ。私はもうお二人のですね、あのお姉様たちを見習ってお姉様ねそうよ、あの生活しておりますが、まず 何はともあれ何も考えずによく眠ることだと思いますね、はい、で健康が美しいことにやっぱりつながると思うので、そう、ゆずさんもさっきおっしゃってましたけど、運動をするのが一番いいんじゃないかなと思いますが、私は一切しておりませんで、はい、あのこうメーカーさん言えないの、言わない方がいいんだよね。足を乗せるだけでこう筋力アップする、楽ちんのやつね。 それを毎日20分ずつやっています、はい、筋肉つきますよ本当に。本当、うん、本当に本当です、はい、テレビ見ながら乗せてるだけで筋肉つきますので。でもさ、最近さ皆さんとっても若くてお綺麗ですよね、あのみんなね、あの私たちは特にそういうことです。ちょっと何を言ってしまったの私失礼しました。あの本当私たちの周りって若くて綺麗で本当におしゃれさんで性格も良くて、うん、まあ、そういうところに尽きてるのかなっていうふうに思ってます、うん、皆さん仲良くね、はい、楽しんでます ね、はい、今度はね、あのそのはやと新幹線さんのことも教えていただきたいと思います。またあのツイッターでもね、お友達になりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、イエーイ、はい、では歳時記に入りたいと思います。歳時記コーナーです。コーナー、はい、あの歳時記で言いますとね、あの和暦で言うと4月は卯月、まあ、うさぎと書いて、そして月という字ですね。もうその間に仲人マダムは、はい、少しずつ少しずつですね、こうしてお茶の準備をしていただいてますので、こちらもね見ながら、はい、素敵ですよね。本当だったらあの野立てなんかねしたいくらいなんですけれども、まあ、ちょっと見ながら私お話をさせていただきます。まあ、この旧暦の4月っていうのは現在の5月頃にあたったそうですね。なので卯の花が咲く時期という、この卯の花月の略から来て卯月になったということです。なので別名はね、卯の花とも呼ばれていたそうです、うんうん、だからうさぎって書きますから、うん、うさぎ年のね、うん、あの仲人マダムはうさぎ年でございます。ちょうど5月がお誕生日でもある、はい、っていうところで、きっとね全然関係ないと思うんですけど、うさぎ年に生まれて、まあ、5月に生まれたというところなので、まあちょっとこの卯月というのはとてもあのいい月なのかなと。あと5月がね10日がお誕生日でしたよね。はい、ねえ、よしえちゃんだって、よしえちゃん私は4月です、はい、今月ですよね。今月です、あの受け付けてますのでどうぞよろしくお願いいたしますお花方の大きなのどうぞはい、で、あのこうしてね、見た目がね雪のように白いところから雪味噌とも呼ばれていたそうです。で、ちなみに花言葉は古風、そして風情、秘密ということらしいですね。
そしてうつき、ゆのきしたかの中でこのお花ですよね、うん、で観賞用でもある、そして生垣などにも用いられているというところで、このうの花が咲くからうずきではなくて、うずきに咲くからうの花であるとも言われていたそうです。はい、で先ほどですね、桜のお話となりました。やっぱり全国で見られるのはほとんどはソメイヨシノでしたよね。はい、今ちょうど、まあ、地域によっては八重桜であったり、うん、ボタン桜であったりとか、場合によってはしだれ桜もう咲いてますよね、うん、どうぞ立ててください、うん、大丈夫ですよ。でも新緑がね、あの鳥越神社に、うん、あの大きな木があるんですけど、うん、とっても新緑が美しいです。はい、もうまばゆいくらいのね、今日ちょうどいいみたいね、すごい綺麗。綺麗ですね、うん、とっても綺麗、ね、はい、去年は秋もね、まあ、あれして、はい、ごめんなさい。あ、いえ、とんでもないです。あのここのスタジオから見えるのは鳥越神社さんが見られます、はい、なのですごくこう運気がいいというか縁起がいいと言いますか、大変ね、とてもいい場所だと思います。でそれでですね、今、こちらの場所はですね、今こうして、ドレールフレッシュ、はい、あのこのようにまたね、きちんとしたあの、はい、あのシールドも貼ってあります、はい、そしてこのスタジオの空気も大変安全安心な場所になってます。で私たちもあのちゃんと気をつけてですね、きちんとあの衛生管理に気をつけてここまで来てますので、皆様安心してあの見ていただければと思います。はい、でこちら今お茶も立てておりますけれども、安心安全の場所ですので、あの大変ね、あの衛生的な場所ですから、あのしっかり見ていただけたらと思います。言ってる意味が分かりませんね、申し訳ないですね。はい、まあとってもいい香りがするんですよね。そして、お花見ですよね。やっぱりそのお花見、咲き始めから散るまでをね、うん、心ゆくまで楽しむ、その散り際には桜吹雪をね奏でるっていうように、本当に余すところなく桜の美しさを堪能していただきたいと思います。やっぱりこの桜を訪ね歩いてみるのは桜狩りというそうです。なのでね、私はこう桜前線でね、本当北海道の方であったりとか、なんかこう九州からずっとこう東北に向けてね、旅を、まあ、桜旅っていう気持ちでね、行ってみたいなって。それってね、あの自転車の速さと同じなんですね。桜が九州から自転車乗り始めて、はい、ずっと自転車であのなんか走りながら行くと、うん、ちょうどいいあの、まあ、関東を通って北海道までちょうど全部の桜を見れるそうです。うん、それなさった方がいらっしゃって言ってらっしゃった。はい、そうですか。すごいね。はい、そしたらですね、ちょっとお話ししながらね、うん、ちょっとお菓子の方もあのちょっとねやっていきたいと思うんですけれども、今回の、このおもがしはですね、はい、あの着物リメイクの、はい、代表の松尾陽子さんからいただきました、大変美味しいこの桜のですね練り菓子でございます。今日は申し訳ないです、ちょっとね、あの本当にインスタントな気持ちでやらせていただいてごめんなさい、ね、あのじゃあここでね、やっぱり皆さんも心配かと思いますので、何、やはりね、はい、ここでですね、はい、ちゃんとあの殺菌をいたしましてやりたいと思います。はい、じゃあどうぞ、ちょっと待って、はい、やりますからね、はい、はいはい、顔も殺菌していただきました。あ、そうか、今日は食べれないんだって。なんかね、皆さんにねちょっと見せられないそうなので、整形中です、整形中ですね。ちょっとこの私綺麗な手なので、なんか子供でも私のことをちょっと信用していただけますか。もう10年代のね、僕信の友って言っていただいてる、じゃあ信頼もいいところ、落とさないようにありがとうございます。そして、落とさないようにと言いながら落としたり、ね、ありますので、はい、はい、で、今からお茶も運び出されますけれども、あの本当に今日のですね、この、 あの桜 の、 あのデザインのね、この練り菓子はですね、大変あの桜味と言いますか、美味しいですよね。あ、間違えちゃった。
はい、じゃあ頂戴いたします。なんか今日は本格的で困っちゃいますね。おままごとをしております。はい、あの3人美女で、ね、今日本格的でちょっと私もちょっと桜が入って風情ですよね。申し訳ないですね。桜も飲みたかったみたいで、はい、あの本来はねお茶っていうのはね、お抹茶っていうのはまずあの練り菓子をいただいて、そうです、その後に、はい、お茶をいただくというのが、はい、時間の都合上適当にやらせていただいてます。あ、これ決して真似をしなさないようにお願いします。ちょっとこう今日初めてのことなのでどうかなと思いながら、はいね、はい、やらせていただいてますので、はい、じゃちょっといただきますね。はい、はい、お待ち。そうですよね。そして先ほどね、この日本の桜を代表するというソメイヨシノですよね。本当にこう全国各地で植えられています。これはあの江戸時代末期に改良された園芸種ということで、花は白に近い薄桃色、そして江戸時代この染井地区とこの吉野の桜が有名です。あの桜の改良でね、染井吉野となりましたが、やはりこの桜は早く根付いて、そして桜も咲くことが早いことから、このソメイヨシノっていうのは代表的なんですね。はい、じゃあちょっといただきます。申し訳ないです、うん、お行儀悪くてね。でも最近のおばあちゃま方がおっしゃってたんですけど、年配ね、私もあれですけど、もっと年配の方が、あの最近の桜はとても色が白くなった、昔の桜はもっとピンク濃かったっておっしゃってまして、もう本当になるほど、ちょっと白っぽいですよね。うん、昔の何十年か前はもう少しピンク色がかってたらしいです。あのお絵描きしてるなんか絵とかにはもうちょっとピンクですね。だからだんだん変わってきたのかもしれませんよね。いただきます。指を加えて見ている宮子さん。これね、美味しいのすごく。松尾さんありがとうございました。松尾さん見てらっしゃるのかな。ね、あの超有名な京都の笹谷なんだっけ、笹谷伊織さんとかって宣伝しちゃった、ダメだ、はい、ごめんなさい。はい、あのそう、老舗の超老舗のお店のお菓子みたいでした。はい、でしだれ桜は垂れ下がる枝の姿からということでね、糸桜とも呼ばれるそうです。やっぱりこれはもう本当に淡い紅色の花を咲かせますね。花は一重も八重もあります。でしだれ桜のはやっぱり美しくて可憐ですね。しだれ桜はこんな、私しだれ好きね、いいですよね。すごい綺麗。そう、私平安神宮のしだれ桜が大好きなんですよ、うんうん、ねえ、まあそちらはね、多分ソメイヨシノっぽいかな、うん、違うのね、あら、はい、あら、で山桜、うん、日本のね野生種の桜の代表です。うん、産地に広く自生して奈良県の吉野山のね、うんうん、桜がやっぱり有名ですよね。うん、花はやっぱりそれも淡い紅色の桜、混ざった白色、開花と同時に赤みがかった葉がつくというのも有名です。さてちょっといただきますので、その間に、はい、宮子ちゃんがあのお話をしていていただきたいと思ってお手前頂戴いたします。どうぞ宮子ちゃん。こうな、ね、何を話せばいいんだろういきなり振られたけど、どうしましょうね。マスクだとあまりよく聞こえないし。よく聞こえます。本当ですか。はい、大丈夫です。では頂戴いたします。はい、うん、美味しそうですね。美味しい、うん、やっぱり違いますね。こちらにもあるんですよ。ね、ナコードマダムはあの表千家、いや、オーラさん、オーラさんでお茶目いただいてるんですけど、すいません、あの本家本元に怒られちゃうけど、ちょっといい加減な感じで、ただ今日ちょっとね試しにやらせて。でもいいですね、うん、あ、美味しかった。美味しいよね。はい、ちょっと口紅がついちゃってごめん。全然大丈夫です。すいませんでした。なんか濃茶飲んじゃったみたいで。後でゆっくりいただきます。はい。あ、そうだね。大変美味しくいただきました。ありがとうございました。お粗末様でした。はい。まあね、桜といえば桜ご飯、そして桜稲荷、桜湯、そして旬をいただくということでね、やっぱり走り旬名残、
走りは旬よりも早めの季節のものでいただきますけれども、うん、少々高めのものですよね。まあそうやって季節感を感じ心が弾みますので、ぜひとも季節に合うそして春の野菜であったり春の魚介類をいただけたらと思います。代表的な春の果物はやっぱりイチゴに、そしてさくらんぼ、うん、この間は私は千疋屋さんからあら、はい、あら贅沢、メロンをいただきまして、メロンですよね、すごい、はい、家族がねもう二度と他の果物は食べれないあら私回ってきてくれるかなと思ってなので私はもう今千疋屋さん通ってます。もう困っちゃいますね、お台所が。あの台湾、うん、パイナップルがね、パイナップルがすごい、はい、あのすごくあの台湾と中国の関係とかいろいろあるみたいなんですけれども、台湾って、日本の東北の 3.11 の時にとってもなんか協力してくださって助けてくださった、なので今度は恩返しみたいな形で今台湾パイナップルがすっごく美味しいです。甘くて美味しくて、なんだろう、ジューシーで、なおかつあのパイナップルって芯は必ず皆さん取るじゃないですか。ところが台湾パイナップルは芯まで食べれる。ニュースでやってましたね、はい、なんか今度はね世界中に台湾パイナップルを今売り出し中っていうことなので、うんうん、美味しいです、ね、本当に美味しいですよね。ちょっと知り合いの方に送ってきていただいて、うん、皆さんに分けて、ごめんね、そういえば持ってこないいいんです、人のこと言えない。私もなんとか屋のパイナップルをいただいてますので、はい、大丈夫でございます、はい、ぜひ皆さんもね、ちょっと格が高いんですけど、はい、申し訳ないですよただね、切り方があるんですよ。だからこの切り方をね、慣れればもう簡単に生のものをね、パイナップル買ってくれますので、あ、でもね、今YouTubeとかで本当に、うん、台湾の方たちの切り方とか、うん、日本人の方の料理家さんの切り方とかたくさんありますから、もう本当に美味しく切れるパイナップルって一番美味しいところってどこだと思います？そうだ、ごめんなさい、ビデオをそういえばちょっと流してもらって話しましょう。すいません、はい、何のビデオ、うん、ビデオね、見ていただければ分かります、うん、どうぞ、はい、そう、はい、一番下の方がお尻の方が甘くて美味しい。でも台湾パイナップルは全体が美味しい。旬、今旬なんですよね。でもね、パイナップル、そうですね、うん、はい、ぜひ召し上がっていただきたいんだけど、はい、はい、流しちゃいましょうか。まあ、今は ね、日本の旬も大切ですけど、はい、はい、今回ですね、この日越文化交流ということで、こちらの方、ね、はい、本当はお茶をいただきながらこれをかけようと思ってたんですけれども、ね、いろんな話することがいっぱいあって ね、やっぱり生番組ってすごいですよね。もういろんなことがこう瞬時に変わっていきます。私たちもプロなので、まあ結構こう何があってもこう適当にできちゃうのね。ねえ、いかがでしょうか、この日越、ね、文化交流っていうのは、もう私たちはベトナムとの、ね、交流会ということで、自分流大江戸和紙学会、この、あ、素敵じゃないですか、ね、キャーダレ今ので、ね、日本紙と皆さん和紙と、あと私たちはなんだっけ、ベトナムの青材を着させて、うん、これプレゼントしていただいたんですよね、ベトナムの方にね、はい、ありがとうございました、はい、あれ今回ここには美和子ちゃんはいなかった？いたよ。いたよね。なんか出番が少ない。写真少ない。なんで？あれどこにいるの？この時ね、この時も私骨折してて、なんか、ね、あ、いた、うん。ちらっと映ってるけど。前の前はさ、なんか腕を。ねえ、なんかお年頃でございます、私どもたち。ああ、すごいな。もっと痩せましたけどね。はい、あんなの見せたら申し訳なかったかしら。ねえ、あんなのなんて言っちゃった、素敵なスタイル。はい、あ、グランプリ取られたね。はい、ほらほら、私はなんか、はい、ほら、入れた、入れた。おざい。はい、吉江さんは。やっぱり成り切ってますね。うん、なんかこんな感じで楽しかった、すごい楽しかったですね、エミちゃん、はい、やっぱりシュークニヒロさんがね、こうして、はい、紹介をいただきまして、ハインさんがね、本当にこうベトナムでは重鎮の方っていうことなので、これからもこの日越文化交流を含めて日本伝統文化をね、見ていただきたいと思いますね、うん、なんかこれからでも楽しいことがありそうですよね。はい、やっぱり収束しないとね、ね、なかなか早く、はい、
みんな素敵ね。ね、本当に皆さんの思ってるより以上に年齢は高いんですよ。ねすごい楽しそう。うん、ね、楽しかったね。これ全部よしえさんが舞台の裏側でね準備をしてくださってて。ということでね、そうですか、そんなにね、うん、だって、うん、これあそうですよ、確か、うん、これって今回本当はある場所でね本来はパーティーをやる予定だったのが中止になったので、延期なの、延期、今年の、うーん、今年どうなんでしょうね、まだわかんない。うん、青鯛がとっても着やすくて私大好きになりました。はい、なんだろう、この青材の着やすさってすごいですよ。はい、着やすいですよね。着やすいです、はい、はい、華やかであったりとか、うん、やっぱり豪華というか民族衣装ですね。民族衣装で、うん、和髪と着物の方とね、で、方たちは青材でってことで、女優さんがいたり、はい、前の人がいたり、はい、とっても皆さん魅力的で可愛くて素敵な美しい方が多いですよ。いやでも随分こう綺麗に画像も ねこの画像綺麗でした、はい、まあこうして世界平和を守りながら、はい、私たちも文化交流もねこれからもやっていきたいと思います、ね、懐かしいと言っても去年もしかして、いやもう2年前じゃないかな、去年は、去年はね活動できませんでしたよね。去年はほとんど休みです、自分いう大江戸和髪学会も多分3月ぐらいから、シャイニングじゃなくてあそこが去年ダメだよ、最後で去年じゃん、うん、いやでも自分いう大江戸が神学会は活動してないよね。もう時間が経つのが早すぎまして早いですよ、ね、もうすごくすごく早いです。もう今年ももう4月5月、はい、1週間のような感じですよね。そうですね、はい、はい、ではここで占いコーナー、はい、私ですねビミッ流幸せ占い師をやっております、はい、自由が丘エンジェルガーデン、こちらですねちょうど火曜日と木曜日出演をしております。で私は今日はですねセブンカルチャー綾瀬店でもう人相と手相のですね講座を約2時間近くやってきております、うん、そしてこの時間の範囲でまあ今日ですねもうこんな感じでスタジオ入りしたような感じですね。でそこで株式会社 PR 現代の中の、ジュエリー占いというのもありまして、はい、その中の幸せジュエリー占いをやっていきたいと思います、はい、やっぱりですね皆様生まれつきの誕生石を身につけていること、これはね自分の運命にぴったり合うという不思議なミラクル体験があります。昔よりね幸運が訪れるというようにロマンティックでそしてラブリーな気持ちになれるこの宝石の美しさはジュエリーの持つ不思議なパワーを感じます。それでは1月生まれ、はい、ガーネット、はい、今月は愛のチャンスがいっぱいの時です。ウォーキングにロマンスを求めて出かけてみましょう、はい、やっぱり運動ですね2月生まれアメジスト、この時期は運命の岐路に立たされる時、驚きの求愛にロマンスの予兆があります。運命の人をゲットしましょう。2月も恋愛なんですねすいません、なんかやっぱり4月ってそういう時期なのかな、ね、はい、あ芽吹きの時期だしね、あそうですよね、うん、3月生まれアクアマリン、うん、スポーツで気分転換、うん、ウェアにもおしゃれをしてエキゾチックな出会いの暗示があります。本当ですね、やっぱり恋のなんか連想ですね、うん、はい、申し訳ないですね、申し訳ないです、何かあるのかしらね、うん、何かあるのかしら、私たちもワクワクしちゃいますね、はい、4月生まれ、はい、ダイヤモンド、知的な活動力がよみがえるとき、勉強や資格取得には絶好調のときです。何始めるんですか、吉江さんそうなんですよ、割といいお話がね4月ありまして、本当に、はい、4月の23、24、25、
日本橋で宝石店がございます、うん、そこでビミット流和装備が出演をいたしまして10時から夕方7時ぐらいまでですね出演しておりますので、ぜひとも日本橋の宝石店に来ていただきたいと思います、はい、お高い宝石でございます、はい5月生まれイエーイエメラルド、はい、チャンス到来、うん、奉仕活動に積極的に取り組んでみましょ う, ボランティア。それで終わっちゃいましたね。いやでも奉仕活動してますよね。もうだって 100% 近く仲人のお仕事も、まあ、ご奉仕のようなもんで、半分はね、半分はビジネスですけど、半分はまあ社会貢献。そうですよね、はい、6月生まれ、はい、パール、幸運な波が近づいています。ライフスタイルにも良き変化が起きていますよ。7月生まれルビー、ウォーキングに出かけてみましょう。生涯の友人に恵まれます。8月生まれ、はいはいはい、ペリドット、ようやく輝きのある運気の時です。自己啓発につながる奉仕活動やカルチャーでも始める準備と人望がさらにアップします。カルチャーですか、何やりましょう、占いかしら。そうですね、じゃあ私が教えますから、うん、はい、私が今ね、人相手相講座っていうのは本格的です。ですのでプロ意識を持ってできるものなんですね。ですからもう明日からでもプロになれます。明日からでも占い師になれるというそういう、私は明日から、はい、講座でございますので、ぜひお越しくださいませ。9月生まれ、はい、サファイア、感情的に走ってしまう時期、強烈な気持ちから逃げ出したくなりますが、ファイトで切り抜けましょう。10月生まれ、はい、オパール、チャレンジ精神全開の時期です。今まで我慢していたことを思いっきり始めてください。チャンスですよ。11月生まれトパーズ、悩み多い時期、慎重になりすぎています。ゆっくりと進みながら楽しんでいましょう。なんか音がしますね。なんだろう、なんか雑音しな、してない、あ、本当、私先かな、ごめんなさい、はい、12月生まれトルコ石、アクシデントが起きる時期、そそっかしいところがあるので十分に気をつけてください、はい、現状維持に心がけて、うん、はい、ジュエリー占い、私の場合は、はい、ウルトラパワー大根、ありがとうございました。お疲れでした。それでは仲人マダムのコーナーでございます、はい、やったー、嬉しいです ね、このなんか、ね、マックのね、うん、誰もいないのにね言ってしまった言ってしまったね。でもお心遣い感謝申し上げます。ということで、私のコーナー先月ちょっとたくさんお時間をいただきすぎてしまいましたので、今日はちょっとみやこちゃんの方に少し多めにという、まあ、心遣いを、はい、優しい仲人マダムがおります。一応宣伝しておいて、で今日はですね、まあ、ちょっと軽く、ですね、去年ぐらいから凝ってます、うん、今日お二人とてもまたいつものように素敵なお着物なんですけれども、私はお着物素人なんですけど、このお二人はプロでございまして、プロの間に入ってる素人はとても辛いものはあるんですけれども、もう本当に前で先ほどから申してるお年頃になってきてますので、ちょっとこう後ろね、腕が上がらなかったりっていうのもあったり、作り帯にしたりしてるんですけれども、まあその中のまあ一環としてというか、どの一環か分かりませんけども、着物リメイク、今日本全国には着物が何億枚なもんかすごくあるらしいんですね。着てないお着物、中古、新品中古というの、なんていうのかな、新しくはない、古い、何年も前、何十年も前なんだけれども、しつけ糸がついていて、まあ新品
でも着てはいない、でも何十年か経ってるっていうお着物がものすごくたくさんあるそうなんですね。例えば羽織もあったり、お着物もあったり、留め袖もあったり、お振り袖はね、やっぱり目的があるから、それなりにね、購入の時にはあの着たりなんかしてるんだと思うんですけれどもね、うん、はい、ただあのその他のやっぱりいろいろ留め袖は袖を通すことがなかったりして、なんとなく着物がかわいそうっていうので、最近はものすごくたくさんの方がリメイク着物、要するにこうドレス、はい、にしてる方が多くなりまして、それを私もなるべく着させていただくようにしてます。で今日はちょっと簡単に今日お振り袖をちょっとリメイクしたものだったんですけども、また次回その次ぐらいには画像も含めて詳しいことをお話し申し上げたいと思っておりますので、仲人マダムのコーナーはこの辺で終わりにさせていただきます。ありがとうございます。イエーイ、見たいですよね、裾のところ。まあね、ちょっとね、とっても素敵ですね。おしゃしちょっとね、本当裾、まあ、この裾のところのね、はい、お柄がまた、はい、やはりこういう吉祥柄でございますので、はい、大変ね、縁起のいい柄です。そう、ね、なので、ね、やっぱりリメイクでね残していくっていうのも大事。色もね、日本の和の色っていうのはとてもやっぱり素敵なんですよね。もちろんこうやってお着物で着られるようにした方がいいんですけれども、でも簡単にリメイク着物というのも結構たくさん今売ってたり、私たちのお仲間でもねプロの方もいたりするので、ご用命ある時はぜひご連絡くださいませ。ということで、はい、そうですね、うん、着物リメイク小袖の松尾さんもいたり、はい、まだまだねいろいろな人たちがリメイクしておりますので、はい、ぜひともね私たちにご連絡いただければと思います、はい、それでは江戸しぐさの前に俳句、はい、申し訳ないです、俳句をちょっと飛ばしてしまいました。申し訳ないです。全く俳句、はい、いきますか。いきますよ。はい、はい、では私ですね、はい、よしえちゃんから、はい、今日は花祭りの日です。花祭り微笑みに塗りて今宵かな七、はい、なんかやっぱりこれね恋なんですよ。恋なんだ。私、はい、なんかそういう気持ちで描いたものなんですが、やっぱりね花祭りというとなぜかこう、まあ、神社仏閣に行くのに今日は何だろう、甘茶とかねお釈迦様にこうなんかこうかけて、そして甘茶をいただいてっていう時があるんだと思うんですけれども、なんか恋心を秘めた気持ちで今回作った俳句でございます。素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、では次は、ね、いきます、はい、まあ、恒例のコロナを題材にということで、はい、コロナくん居残りなしよ桜しべということで、いいな、いい、すごくいいありがとう、はい、コロナちょっと下火になりそうでならなくてでもこの前ちょっと下火になった今大阪がねとても大変なことになってますから、くれぐれもご自愛なさってください。要するにコロナくん3でもよかったんですけども、桜しべ、桜しべってもう今桜が終わってちょうど桜しべが降ってきてる頃なんですね。で桜しべ全部落ちてますけれども、コロナくんも桜しべと一緒にどこかに落ちてくださいよっていう心を込めて、で居残りしちゃダメよっていうことで、コロナくん居残りちょっとそのおいたする人って小学生の時とかには男子が多かったじゃないですか。だからコロナくん居残りなしよ桜しべ、バリューカでございました。ありがとうございます。はい、私カエンが一句いきます。はい、同じ桜しべでしたね。こちら漢字をちょっと使ってみましたが、うんうんうん、ね、はい、桜しべ降る廃校の鉄の棒、はい、何の音？わかんない。あれチリンって何何何？鉄棒やった音。ね、そう、鉄棒は鉄棒ね。うん、で廃校なんで、まあまあね、廃校ですよ。いないところ。でも桜しべは桜は咲いてるし、
まあ、そういう状況を思い浮かべていただけたらなと思います。素敵。締めがとても難しい字なんですよね、この字なんです。分かるよね。で、まあ、だからちょうどいい感じかもしれない。そうですね、はい、桜締め、はい、普通ちょっと読めないかもしれない。では次、江戸しぐさ、すいません、はい、遅くなって、はい、今月の江戸しぐさご紹介は、これは会釈のまなざし。はい、会釈というのはあのマナー講座みたいになっちゃいますけど、しっかりご挨拶するんじゃなくって、ちょっと頭を下げたぐらいの軽いご挨拶のことなんですけど、ちょうど4月になると新しいそのね新学期が始まって、まあいろいろなところでいろんな方と、はい、会うこともあると思うんですけど、しっかりご挨拶するのは特にそうなんだけれども、会釈のまなざし、こう笑顔で微笑んでご挨拶してみてください。はい、私はウィンクかと思いました。あらやだみんな恋に繋がっちゃうのね、まあ、やっぱり ね、 ねそういう意味じゃないけどいつまでも可愛い気持ちで、ね、も好きだし、ウィンクも好きだし、お得意なんですよ。もうどなたが落ちたかもう困っちゃいますよねはい、本当にいろいろね、やっぱりね、コキでございますが、もう教えていただいております。こうだ、コキになるとね、ずーしくもなりますもんね。本当に、はい、私もね、もうそろそろ近づいてはきますけれども、いや、まだまだですよ、はい、この会釈の眼差し、はい、本当にこの会釈の眼差しは、あのちょうどこの通りあたりでね、知ってる方とあの長い話はできないけど、会釈だけはやっぱりね、そうです、そうです、ちょっと軽い挨拶しましょうってね、目くばせみたいな感じ、かな、目くばせね、うん、はい、目くばせとちょっと言い方違うね、失礼しました、ちょっといやらしいかもしれませんが、もっともっと素直に素直に、やだウィンクとか言うから、もう今日のよしえちゃんは超春が来ております多分ね、そんな感じなんでしょうか。ちょっと来すぎてる。あのね、体調良くなったんですよ。それはいいこと、はい、おかげさまで。本当に皆さんね、私たちお年頃なんです、実を言うと。体調良かったね。そうですね。救急車で運ばれたとかあったんで、はい、なんとか生き延びてます。今日はね、こんな笑顔ですけれども、今日はね、これでも無理してるんですよ。だからね、元気の時はもう大変ですから、ね、だからちょうどいいんですよ。お笑いやってるわけではないんですけれども、よしえちゃんも救急車ですよ、救急車で先々週あたり、だけど私たち本番ではこういうテンション高くなって、小町局長が超喜んでおりましたありがとうございます。はい、はい、そして宮子ちゃんはね、今日はね、うん、あのマスクしてるんです。そうなんですね、本当ごめんなさいね、実は大変なんです、マスクの下、こんな中がね、お顔をされていて、女優さんでもあるので、うん、そう、皆さんに見せてあげたいところだったんですが、はい、まあこういう時もございますので、はい、お年頃でございます。はい、よろしくお願いします。やっぱりね、この間ね、ちょっとお話をしていてね、あのやっぱり歯は命でございます。そうだから、ちゃんと歯をね磨いて、そしてもう真っ白に、そしてあのやっぱり歯の治療をする人はちゃんとする、うん、っていうようにね、歯はね、やっぱり年齢を重ねてどんどん弱っていきますので、ぜひとも気をつけてください。もう私も本当にあの気をつけなくてはいけないということで、歯並びでいろんな話をしたんですけど、今しちゃうとちょっとまずいので、お年頃でございます、はい、あのやっぱり歯は健康にも通じる一番大切なところだと思いますので、はい、ね、来月はまたね、元気な姿を皆様に見せていきたいと思います。毎月第一水曜日のこの午後の4時の時間、この大江戸八百夜町和装備情報局、どうかね、本当に最後まで見ていただきまして誠にありがとうございます。ね、先ほど視聴率とかって言ってましたけれども、言ってたっけ、もうできたら視聴率、ね、私たちの番組が最高に視聴率高いそうです。う、本当に裏番組にもしていきたいと思いますので、ぜひとも盛り上げたいということで、番組の応援もお待ちしております。はい、そしてこの FM でも応援会を皆様ね
お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますね。本当皆様、毎週水曜日ですよ、私たち大江戸八百屋町和装備情報局もやってますけれども、和装備放送局もやっておりますので、ぜひともお見逃しのないように見ていただきたいと思います。はい、ね、はい、今流れているこの歌は、こうすればいいんだよね、ここに出たいよな、はい、皆様こだ、はい、この番組応援の会ね、よろしくお願いいたします。まだまだ集まってないようですよ、よろしくお願いいたしますね、はい、それでは来週、そして来月のこの時間まで皆様ごきげんよう。さよなら。